こんにちは、マックイベントアーティストの荻原です。今回はマックで大人気のライトフル C シリーズを使用し、簡単3ステップで作るライトをフルに浴びたように美しく輝くプレミアムスキンの作り方をご紹介します。まずはライトフル C ティンティットプライマー SPF45PA4+ をつけます。トーンアップ、保湿、肌の凹凸カバー、紫外線ブロックが一つでできるメイク下地です。みずみずしい質感のプライマーで潤いのある仕上がりにしましょう。未装タイプのため使用前によく振ります。1円玉台が使用量の目安です。固定置きすることで適量つきやすくなります。170ブラシで伸ばします。顔の内側から外側に向かって優しく引き上げるようにスライドさせます。ペールピンクトーンのカラーが肌色にスッと馴染み、より明るい印象を与えます。下地を適量つけることで肌表面が滑らかに整います。次につけるファンデーションがムラなくピタッと密着し崩れにくくなります。さらに下地のフィルター効果によって光を集めて視覚的に毛穴やシワなど肌の凹凸をカバーし、ピンと弾むような肌に仕上がります。みずみずしくクリーミーなテクスチャーが肌の潤い感をキープします。続いてライトフル C プラス SPF30 ファンデーションをつけます。ミラーボールのように光を捉えるパウダーの効果でカバー力と透明感アップが一つで叶います。滑らかなツヤマットスキンに仕上がるマックで大人気のファンデーションです。これ一つで朝のベースメイクにもお直しにも使えるマルチなアイテムです。付属のスポンジを使用します。両面タイプで片面は起毛、もう片面はスポンジになっています。まず起毛面の半分ほどにパウダーを取り、顔の中心から外側に向かってスライドさせます。軽いタッチでセミマットに仕上がる起毛面でつけることでふんわり滑らかに仕上がります。続いてスポンジ面にパウダーを取り、おでこや鼻などファンデーションが浮きやすい部分に重ね、カバー力、密着力を高めます。さらに赤みなどが気になる部分はスポンジを折り曲げ先端でカバーします。頬の三角ゾーンからこめかみに向かって肌を磨くようにつけ、ツヤ感のあるプレミアムスキンに仕上げましょう。3種類の海藻エキス配合の保湿力でハリ感のあるツヤマット肌をキープできます。よりカバー力やツヤのある仕上がりがお好みの方は、自然なカバー力で美しいツヤ肌に仕上がるリキッドタイプやクッションタイプのファンデーションもございます。最後にハイライトをつけます。エクストラディメンションスキンフィニッシュダブルグリームで光を集めて立体感をプラスします。240ブラシのトップに2回ほど取ります。頬骨、鼻筋、上唇のトップなど光を集めたいところに置き、スライドさせお好みのツヤ肌に調整していきます。リキッドにも近いシルキーなテクスチャーによってこのように濡れたような輝きを演出できます。いかがでしたか？皆様もライトフル C シリーズを使って簡単3ステップで作るライトをフルに浴びたように美しく輝くプレミアムスキンに挑戦してみてください。チャンネル登録もお願いします。